今ララの声がしたぞ。こちらよリト。ララやっと見つけたぞ。待ってたよ、やっぱり来てくれたんだね。当たり前じゃないか。さあ一緒に逃げよう。待ってくださいリトさん。モモ一体どうしてここに。外で待っていたんじゃなかったのか。実はこっそりリトさんの後をつけてその活躍を見守っていました。モンスターをやっつけるリトさん、すごくかっこよかったです。うん、私も感動しちゃったよ。感動してないで早く逃げよう。その必要はないんだよ。この世界は私が発明したトラブルクエスト2っていうアイテムが作り出した仮想ゲームなんだから。仮想ゲーム？この世界のことですよ。お姉様がトラブルクエスト2を使って私たちをこの世界に呼び込んだんです。この世界にはあらかじめダンジョンやモンスターが設定されていて楽しい冒険ができるようになってるんだよ。だからリト、私と楽しく戦おうよ。バカ言うなよ、俺がララと戦えるわけないだろ。安心してくださいリトさん、これはあくまでゲームなんですから。勝負といっても実際に傷つけ合うわけではありません。このラッキーアイテムを使えば怪我をすることなく安全にお姉様と戦えますよ。本当にこのアイテムを使えばララは傷つかないんだな。Yeah!
時間で戦い方をバッチリ身につけてるし、それに私を助け出すためにモンスターと戦うリト、すごくかっこよかったよ。そんなことねえよ、ララが捕まったって聞いて無我夢中だっただけだし。ごめんね、結果的に騙すような形になっちゃって。そんなつもりはなかったんだよ。とにかく一旦戻ろう。ララ、本当に怪我はしてないんだよな。俺思いっきりララのこと攻撃しちまったけど。平気平気、ラッキーアイテムは攻撃されるとすっごく気持ちがいいんだ。できたらもっとしてほしいくらいだよ。そんなことできるか。いいか、俺はもうこんなことはしないからな。残念。それでどう？少しは強くなったかな？そんなことわかんねえよ。それより早く元の世界に帰ろうぜ。まだ早いと思うけどな。せっかくトラブルクエスト2を作ったんだから、もうちょっと遊んでいこうよ。そうそう、大事なことを言い忘れてました。このホームではリトさんにとって素敵なことが起こるかもしれません。素敵なことってなんだよ。それはですね、リトさん、ちょっとこちらに来てください。俺の部屋に何か用か？で、うわぁ！もう！いきなりのしかかってこないでくれ！このようにダンジョン探索の隙をついて女の子と仲良くなってください。これもハーレム計画の一環ですから。何言ってるんだモモ、俺は外に行くからな。ドアが開かない、どうなってるんだ？このホームでは一緒に閉じ込められた女の子とある程度スキンシップをしないとドアが開かないシステムになっているんですよ。なんでそんな迷惑なことになってるんだよ。お姉様の発明品の欠陥です。いつものことじゃないですか。なら、でもこれまでは普通に出入りできたぞ。何らかの特殊な条件の時に発動するようです。それなりに心構えをしておくと良いと思いますよ。心構えってどんなだよ。ではリトさん、私の顔に触れてください。いきなりそんなことできないだろう。スキンシップをしないと絶対に部屋から出られませんよ。遠慮しないでどうぞ。こうか？なんだかすごく恥ずかしいんだけど。もう少し優しくお願いします。ああ、ロックが外れたようですね。ですが、必要なスキンシップの強さはその時々で変わります。これからは頬に触っただけでは開かないかもしれません。なんだって！システムを止めることはできないのか？お姉様の話ではトラブルクエスト2に連動しているのでどうしようもないそうです。女の子と仲良くなれるんですよ。もっと喜んでください。そんなわけに行くか。ドアが開いたんだからララのところに戻るぞ。そして元の世界に帰るんだ。ああリトさん。お姉様の発明品のバグをうまく使わせてもらいました。リトさん、どうか頑張ってくださいね。さてと、私はそれじゃあモモ、リト、こっちに集まって。って、あれ？どうした、ララ？モモが見当たらないんだよ。本当だ、さっきまで一緒だったはずなのに、いつの間にいなくなったんだ。心当たりはないのか、ララ？ううん、私も本当に知らないよ。どこに行っちゃったんだろう。どこかその辺に隠れているのか。モモ？モモ！ん？何か鳴っているぞ。何の音だ？あれ？モモから電話だ。もしもし？今どこにいるの？お姉様、そちらにリトさんはいますか？
もし、モモカ？今どこにいるんだよ。実は、その…おそらく、ダンジョン2階の最深部です。は？なんでそんなところにいるんだよ。どうかリトさん、助けてください。何言ってるんだ、もうそんな手には乗らないぞ。いいからすぐに帰ってこい。無理です。何が無理なんだよ。だって私、檻の中に閉じ込められてしまっているんですよ。なんだって？本当なのか、モモ？それを知りたければご自分の目で確かめに来てください。ああ、どうしたんだ、モモ？ララはどう思う？モモは本当に危険なのか？わからない。トラブルクエスト2のバグだとしたら、私にも状況がつかめないし。でも本当に檻に閉じ込められてモンスターに襲われていたら大変だよ。わかってる。こうして悩んでる場合じゃないな。俺はモモを助けに行く。念のためラッキーアイテムも持っていこう。ララはここで待っててくれ。勝手にどっかに行ったりしないでくれよ。うん、わかった。頑張ってね、リ